今日、はい、年の初めで、はい、いつも録音されてるものとかがされてなかったりとかして、すごい番組始まってからバタバタの状態が続いてる。あ、そうなんですか。いえ、そう、今のも普段はなんかあの、はい、読み物があるんですけども、はいはい、フリートークで喋るっていうことだったんで、ちょっといつもと違う感じになって。便利ファイルでね、いろいろお知らせもね。そうなんですよ。でもそういうふうなことっていうのはあるんですか。そうなんです。今日はね、はい、その原稿がないんで、はい、勝手になんか喋れって今書いてあって、みたいな。でもそれをちゃんと喋るとはやっぱりプロですよね。いやいや、いや本当に何もない形の中で生み出さないとね。うん、ですか。自分なんか言われたらもう本当にあたふたしちゃって、どう何話そうかなとかね。はい、そうなんです。前半もそういうコーナーが一個あって、はい、今日なんか喋りっぱなしみたいな。あ、はいはい、うん、でもやっぱりそういう風に急に振られることをやっぱり常にこう意識したりなんかしてるんですか。そうですね。あ、なんかあるかもしれないっていう覚悟はしとかないとって感じですよね。そうですよね。うん、でもそういう風な形であるからこそ、やはりそういう風な形ですよね。そうです、うん、そうです。じゃあ歩いてても、あ、何かあったらこれを話題にして喋ろうかなとか、そういう風な形で。そうですよね。あれですか、うん、そう、そういうのを常に考えてそうですか。でもお花見は行かれたんですか。お花見、はい、正式には行ってないんですけど、はい、まあ、歩きながらって感じですよね。はいはい、行かれました？いや、行ってないです。もうとりあえずあの電車の中からこう覗いて、そうですよね。はい、うんうん、ああ桜支えてる、あ、満開だとか。ねえ、まあ綺麗だと、もう電車降りたくなるけどそうも行かずみたいな。そうですよね。ねえ、うん、でちょうどあの、まあ、中浦武蔵浦和のお話、先ほどねコーナーでやられてましたけど、自分はあの東北線でこう浦和に来るんですね。はいはい、まあ、内山線か高崎線で、うん、それであのちょうど川口に着いた頃の川口の西口になるんですかね、はい、あそこの公園の桜っていうのはすごいですよ ね、 綺麗ですよね。皆さんなんかシートを引きながらね、うん、ご飯食べてるのちゃんと見れますし、見える見える、羨ましいですよね。うん、はい、うん、そう、本当に電車でいろんなところね、はい、羨ましいぐらい咲いてますよね。そうですね。うん、だから本当にこう時間あってこうゆったりこうできたら、うんうん、ちょうど先週の土曜日ですか、うん、大宮の勤務だったんです。あ、すごかったですよ、人、店の前、あの第二公園かなんかに行かれるんでしょうね。はい、まだ先週だと咲いてました。いや、3分4分咲きだってあの患者さんに言われてましたね。じゃあ、うん、この週末が大変なことになりそうですね。そうですね。まあ、ちょうど花もこうね、うん、うん、雨でしょ、せっかくパッと開いて雨でっていう、ちょっと桜の方がね、ちょっとかわいそうですよね。でも雨がもしかしたら雨じゃなくなるかもみたいなことを今朝天気予報で言ってましたけど、ね、あ、言ってました、うん、ああ、じゃあもう最後ですよね、うん、今週末がもう本当、